コラボしませんか。お前コラボ常連感出すな。なんで一回やったことある程度話してんだよお前は。こんにちは、大チャンネルです。コラボなんてするわけないです。なぜお前から断る。深く考えなくてもクリアできる。よし、じゃあ脳死状態で行かせていただきます。コイン1枚取ってからゴール。なるほど、そういうことか。早い早い、これね、左向いちゃって、このコイン取るとクリア条件ゲットできるから。でもそうするとね、こうオンブロックをされてゴール触ることができないから、全然わかんないよ。ごめん、どうやって左のコインゲットするかだよな。これさ、スピン状態で左に向けば反応しないとか、そういうわけではねえのか。わかった、これさ、ヒップ多用して、ペレさんが戸惑ってる瞬間にちょっとだけ左無理かーい。ってことはスピン多用作戦だよ。スピンくるくるやってる瞬間にちょっとだけ左押して無理かーい。わかった、これさ、一回右側まで来ちゃってから左側を押して、その後にこっち側行ってコインゲットするとさっきと変わんないのよ。あ、待って、これさ、ここか、こっちで、これだこれだこれだこれ。残念なやつだね。テレサちゃん、これでクリア条件ゲットしません。はい、ありがとう、センキュー。サージンチャンネル。なんかやばそうな1の1コース見つけたと言ってみよう。キノコを取りながら進んでいく1の1ということで、スーパーメリオ状態から行きたいと思います。ってことで、スーパーメリオノーマルマリオ、ここまで死んだやつは助けてますけど、スーパーメリオノーマルマリオ、はい、次の、スーパーメリオノーマルマリオ、はい、まずいよ、絶対死んじゃうよ、ここに隠しあったんですね。はい、スーパーメリオ、なんとか救援1回、いたひらーんからのノーマルマリオ、はい、死んじゃうよ、スーパーメリオノーマルマリオ、はいはい、スーパーメリオ、はい、ノーマルマリオ、今スーパーメリオ、はい、スーパーメリオ、混乱してきた、頭混乱してきた、ノーマルマリオ、どっちがどっちが分からないけど、だって、あー、はい、ノーマルマリオ、US メリオ、スーパーメリオ、はい、ちょっと、はい、ここまで来たら、ノーマルマリオ、はい、やばいよ、スーパーメリオ、はい、このまま行けばゴール、スーパーノーマルマリオ、やばいよ、しんちゃん、はい、ありがとう、センキュー、ありがとう、センキュー。サージンチャンネル。60秒スプランコース、紫色が大ジャンプ、灰色が幅跳びジャンプということでやっていきたいと思います。こちらのスプランコース、灰色が幅跳び、紫色が大ジャンプということでやっていきたいと思います。今の感じでいいんだよな。待って、灰色だから幅、はい、大ジャンプ、はい、ぷよんぷよんして、これはこっちでいいのか、今の合ってんのか、すぐに左向かなきゃいけなかったんじゃない、こっち合ってる。やってるよな。はい、大ジャンプからの、幅跳び大ジャンプ、村大、村大、はい、幅、はい、幅だった、ごめん、はい、はい、幅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 、置いて、村大、はい、村大、はい、村大、はい、はい、大ジャンプ、はい、はい、幅、はい、幅、大ジャンプでいいのかな、よくわかんないや、はい、幅だったか、大ジャンプ、よく、はい、幅、はい、幅、はい、幅で合ってんのかな、これはどういうことだ、はい、幅、はい、ジャンプ、あー、はい、中間ゲット、ありがとう、とりあえず中間ゲットできたからよかった、難しすぎるってこちらコース、はい、これはなんだな、大ジャンプでいいのか、下じゃ絶対ないよね、はい、大ジャンプからの、はい、幅、はい、幅、ダンプ、はい、幅、はい、オフをしてからの、ダージュクル、よくわかんない、死んじゃう、バイヤヤーン、ヒップドロップからの、こっちにだよな、戻りまして、はい、ジャンプ、はい、ヒップドロップ、ここから一緒だよな、はい、はい、幅、大ジャンプ、バイヤヤーン、はい、ゴール、もうゴール、これでゴール、もう、はい、はい、幅、村大、はい、幅飛び、大ジャンプ、これも幅飛びかな、はい、はい、幅ジャンプ、ジャンプ、ゴール。サージンチャンネル。マリオの動体視力、反応力、瞬発力テストということで、こちらコース行ってみよう。動体視力、反応力、瞬発力を見るテストということで、反応力ってどういうことなのよ。とりあえず行ってみた。最初はね、動体視力ですからね。なんだこれ、あ、そういうことか。ちょっと待って。この程度ですか、はい、来てみなさいよ。ドクサージンのマブル、30歳だとしてもね、まだまだ動体視力衰えちゃいねえですからね。はい、来てみなさい。あらよっと、あらよっと、はい、来なさい。はい、はい、こっちなんだろう、こっちなんだろう、はい、余裕でございます。この程度ですか、え、マジでいけるぞ、え、待って、30歳なめんじゃねえぞ、33歳の合間、32歳か、ちょ来いよ来いよ来いよ、はい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 、え、マジでいけるぞ、余裕で一発でクリア行こうぜ、はいはい、こんなもんマジでいけるぞ、まあね、俺が20歳の頃だったらもっと余裕だったんだろうな、はい、ということで次は反応力って書いてあったの、はい、中間いらんて用意すんな、バカタレ中間なんてよ。なんだこれは、なんでこれは、どういうことだ、こういうことは、しゃがんでいけ。はい。はい、来てみなさい。はい、こっち来てみなさい。これは、普通に、ジャンプすればいいだけですよね。はい。しゃがみからのジャンプ。はい、来なさい。ちょっと、もっとポンポン来なさいって。なんだこれで、ね、ちょ、オンフが反応するのちょっと怖いじゃん。なんもないんだよな。なんもないんだよな。怖いよ、怖い。早くせ、早くオンブロック押せ。だいぶ時間かかるな、お前。遅いな、早くしてくれよ。な、鉄球ちゃんよ。早く。はい。なんかだんだんとなんかいっぱい攻めてくるんじゃないの、でもそんなに難しくねえぞ、焦ることじゃねえぞ、はい、こっち来い、それは聞いてないよ、はい、こっち来いって、
早く、お前、押せ鉄球が押せ、なんでそんな呪い、まだか、ありがとう。次はな、なんだっけ、瞬発力か、瞬発力見て、目に触る、俺が、ええ草人チャンネル、ハングチャンプス、こちらコースいってみよう。これは、ワンワンに乗りながら進んでいくみたいな感じのコースか。はい。あ、でもそんなに難しくないけど、多分後半になるにつれて、一気に行けんぞ、飛ばしながら行けんぞ、後半になるにつれてな、かなりの難しくなるみたいな感じのコースなんだろうな。はい、ということで、わ、4体か。キノちゃんだね。うわ、結構きつ。どうしよう、どうしよう。はいよ、ダッ、よし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 。うわ、でかくなってくれたけど、うわー、ちょっと待って、タイミングむず。はい。トーン、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 トーン。あ、じゃ、集中トレインやめろ、お前。え、おお、いや、ちょっと待って。え、結構きつくないですか、そうやって。あ、なるほど。でも、そんな難しくないぞ。来た瞬間に、はいよー、はーいよー、はいよー、オッケー、中間ありがとう。マジで言ってんの、それマジで言ってんの、はい、ほうほうほう、はい、よっしゃはははきっつ、とんでもねえ。もう訳がわかりません。これ下に行っていいのか、とりあえず下に行っちゃうよ。はい。なになになに、あ、死ぬんかい。これさ、こっち側に飛んでいけみたいな感じ、こういうことか。なになになに、びっくりした、びっくりした。ちょっと、ええ、ええ、ええ、とんでもねえことになってるんですけど、どうすればいいんですかな。もう訳わかんないって思われるの、何体いいんだよ。まだ増えるんですか、もう鎖でどうにかなってるよ。見えないよ、ちょっと待って、もう訳わかんない。どうしろと、この後どうしろと思う、ずっと俺っ子に続ければいいんですか、何をすればいいんですかね。あ、じゃあじゃあ、このまま、え、こっちでいいのか。あ、いいんだな。こっちで合ってんのか。え、これ、案外あいつら弱いな。何もなんか攻撃仕掛けてこないで、ずーっとわけわかんなくなってるだけだ。なんだこれは、なんだこれは、なんだこれは、これはいいのか。こっち側通りまして。下ある、オッケーオッケー。オンフブロック押せばいいのか。で、また集合していくのね。お前、大難形態だ。でも、案外、さっきのやつの方がすごかったよね。もうあれ以上はねえよな、さすがに。もうこれでクリアかな。なんだよ。さっきのやつ、またか、お前ら。もしかして次は右側に行くんじゃねえだろうな。そういうことやな、多分。マジか、またこいつら乗ってなんか旅をしなきゃいけないの？はい。なあ、はい、はい、はい、ちょっと待って。何をすれば、次はどこに向かってんだ、わけわかんない、わけわかんない、どこにいる、ここが一番安全か、ここが安全なのかな。はい、どうすればいいのかな、どうすればいいのかな、今日教えてくれ、お前らな、遊んでないな。ちょ、わけわかんないってバグってんのか、どうすればいい、これ進んでんのか、右でいいの、あ、ゴールあんのかい、ありがとう。草人チャンネル、クリア率 0% を目指す世界一難しいスーパーマリオブラザーズ1の1、クリア率めっちゃ低いじゃん、行ってみるか。世界一難しい1の1ということで、これどういう意味で世界一難しいって言ったんだろうな。これクリア条件がクリボー15体倒してからゴールということだけど、もしかしてさ、クリア条件のクリボー15体がどこにもいないから、謎解き的な意味で難しいってこと、そういうことか。一応裏面まで行ってみるか。今んとこ敵も一体もいねえぞ。ここにも、いや、ここはまあもともと裏面はクリボーいねえから、そうだよな、そういう、これはまあまあいいとして、どこにも、いや、いないな、ブロックの中にもどこにもクリボがいないみたいな感じ。マジか、そういうことが、だから世界一難しいんだ。マジで一体もいないってどういうことよ。え、嘘でしょ、ガチでどこにもいねえじゃねえかよ。え、本当にお前いても意味がねえ。お前カクスターくれや、カキボはいるな、邪魔だお前は。え、マジでいないじゃん、本当に。一応一番最後まで来たけど、マジでどこにもいない。15体どこにいんの。さっきね、詳しく見れて全体図見た感じ、上にレールがあって、後で何か落ちてくるとか、そういうことじゃなさそう。隠しブロックの要素あるとして、でも裏面はね、どうなってるかわかんないから、もしかしたら裏面に時間なんか待ってると何か降ってくるとか、そういう感じかもしれない。とりあえず裏面で長いこと待ってみっか。ちょっとみんな500秒待機してみたけど、わかんねえ。全然何も現れなかった。どうすればいいのこれ。みんな、このコースのクリア方法どうしても分かんなかったからね、メンバー限定配信でメンバーのみんなに聞きながらみんなで一緒に解いたのよ。なんとか解けました。マジで時間かかった。これ、本当に制作者しか無理よ、このコースクリアするの。まず一番最初ね。ここでずーっと待ってるんだけど、なんだろうな、透明ブロックがレールに乗って、ある時間になると、あ、なんか一瞬だけ現れるから、その瞬間を狙って、ブロック叩かなきゃいけないんだよ。それをなんか、40秒くらい、右上の時計が460くらいになった時に、ジャンプすると、そのブロックが現れるから、みんな見てくれな。460秒になったら、これでジャンプしてると、ほらで、一瞬だけ透明ブロック現れたやつ、ふざけてるよね、これ。なんなの、この、無理に決まってんじゃん、自力で解くなんで、もう一回入り直して、
ここでずっと検査していると、7秒後ぐらいに、ここで、クリボの隠しブロックがね、流れ、またね、透明ブロックがレールに乗って流れてくる。ほら、これ無理でしょ、これなんなの。クソこすぎんがな。よし、とりあえずね、これで一つ、クリボ一匹、まだ一匹、もう14体いるからね。とりあえず一番端からみんなに見せていきたいと思います。とりあえずこうやって一番端まで行きまして、で、一番端まで行ったら、こっちか、これリンクじゃないと絶対無理ない。ほら、リンクで突くと、ここに一つブロックが隠れてんのよ。これもなかなか難しいね。ここも、あ、べべべべ。突きダッシュで、こっち来て、ここにももう一体いまして。あ、いよ。で、まだあんのよ。ここで4体隠れてるから、ここに。あえてこっち来て、落ちながら剣出すとこに。ふざけてるよなマジでふざけてるよな、これ。ここに4体寄りまして。もう、じゃあもう3体いて、もう1体いるぞ、みんな。もう少し左側に、この辺、ほら、ここでもう1匹いまして。これでまだあと10体いるからね。こんなとんでもねえところのにね、10体。まあ、ここは簡単、一番簡単、ここに1匹いる。これで6体目。で、あとはここに、思いっきりジャンプすると、ダッシュジャンプ !OK! いた!ここで7体目いました。はいはい、まだ8体いるぞ、みんな。あ、そうそうそう、忘れた。ここにもう1体いんだ。ここ。ここ。あ、べべべ。こっち側からやるか。おい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 、オッケー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 、よし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 、あと7体あと7体みんなだんだんとちょっとふざけんなって気持ちがね、芽生えてきたでしょ。俺最近ずーっとある。俺これやってた時マジでイラついたからね。ほんとにここにも一体います。左端からジャンプするとこにも一体います。ほんとに見つけの時間かかったのよ。これヒントなしというかさ、ここにももう一体います。誰だって、なんだろう、メンバーのみんなも別にね、答え知ってるわけないから、みんなでね、なんとか探したのよ、これ。マジで大変だった、ここでもう一体。で、今度は、こっち側に、ここ、あ、バカ。はい、オッケー!で、こいつも倒したら、まだよ、まだ終わりじゃないのよ。ここのブロックの上に一回登って、右3マス、ブロックから右3マス、上3マスぐらいのところにも、一つ隠れてるから、はい。これでの、もう残り2体だぞ。これで13になるから、残り2体で、この14体目、14体目がマジでふざけてるから、みんなね。これマジでいらんって、これが一番難しかったんで、これ見つけるのが一番難しくて、一番難渋したんだけど、本当にイラつくから、これ見てて。これがでやるとね、オートスクロールが発生するんだよ。オートスクロールが発生したら、一回この土管に入りまして、戻ったらもう一回入って、ここでね、ジャンプすると、なんかね、ブロックが壊れる音がするんだよね。これ、何が壊れてんのかね、調べることができなかったんだけど、何か壊れてんだよ。これ何か壊れてんだよ。2回続くから、こう何か壊れ、あ、で、いく、ちょっと今、壊れなかったから、もう一回、ごめんな。本当は2回でんだけど、今ちょっとね、失敗した。今壊れなかったから、もう一回上に、ちゃんと登ってジャンプするところで一回壊れたでしょ。二回壊れたら、こっち側からじゃなくって、一回、最初の方のショートカットに行きまして、こっち側に入りまして、こっち側から入って、もう一回出ますと。わけわかんないよね、マジで。で、もう一回入り直して、で、ずーっとここで待機しますと、14にカウントさ、みんな見たか?クリボーの場所、今14にカウントされたでしょ。なぜか一体倒されたんだよ。そしたら今度は、本当にイラつくなよ。そしたら今度はね、デカ状態になるんで、リンク状態だと取れない場所があるから、これでデカ状態になりまして、フラワー状態になったら、こっち側に来て、ここの、階段から、見てて、ギリギリでジャンプすると、ここに隠しボックがあるんだけど、これがね、リンク状態だとこの隠しボックが届かないから、これデカ状態に一回なる必要があるんだ。ほら、でしょ?無理でしょ、よく見つけたと思わない。メンバーのみんながマジで頑張ってくれたから、これ制作者しかクリアできない。一応ね、もうね、クリア者4人いるんだけどね、どうやってクリアしたマジで。意味がわからん、こんな無理でしょ。